こんにちは、横浜の英子です。今日はよりこさんが愛用されているうちわサボテンオイルがすごく良かったので紹介させていただきます。またスキンケアは何をお使いですかってリクエストいただきましてありがとうございました。もしよかったらご覧ください。きっかけなんですけれども、よりこさんのメイクレッスンを受けた時にすごく思った以上によりこさんのお肌が陶器肌のようでツヤもあって真っ白だったんですね。それで久しぶりに50代の方でこんなに綺麗なお肌の方がいらっしゃるんだなと思ってびっくりしてたんですけれども、そのメイクレッスンを受けた後すぐうちわサボテンオイル、こちらなんですけれども、もう1本目はこのくらいになってしまってナチュラルマジェスタから出ています 100% オーガニックのうちわサボテンオイルが私の肌にぴったりだったんですね。なのでいろいろオイルは使用したことあるんですけれども、リピートしたのはこちらのうちわサボテンオイルが初めてなんです。先にこちらの1本目の終わりの方を手の方に出していきますね。こういう風な感じで少し黄色めになってまして、こう今まで私いろいろなオイルを使ってきたんですけれども、オイルがすごく暑苦しくって私の肌には合わないなっていうことがあったんですけれども、こちらのうちわサボテンオイルの方は今もったないので髪の毛につけちゃいますね。特に乾燥肌の私にはすごく合うことと、メイクのノリが全然違うんですね。メイクノリがとてもよくって、あともっといいのはメイク直しをしても乾燥しないっていうところがすごくお気に入りで今使用しています。またすごくいいのが全てプラスチックでシンプルにできているデザインなので、中がすごく充実しているんだろうなと思って、どちらかというとパッケージがあまりゴージャスに凝ってるものっていうのは、それも値段の中に入ってしまってるのかなってよく思ってたんですね。でもこちらのうちわサボテンオイルはシンプルなパッケージになってるのがすごく気に入っています。使い方としては、私の場合はお風呂から出て夜は2プッシュで、朝は洗顔した後に1プッシュ弱つけてから化粧水、美容液、クリームの順番でつけています。偉そうに語っちゃって申し訳ありませんが、私にはよりこさんとの出会いがあり、うちわサボテンオイルとの出会いがあり、最初は騙されたと思って使ってみようと思ったんですけれども、思った以上に良かったので紹介させていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。さっきの残りを髪につけてみたんですけれども、鏡で見てみると髪もツヤツヤなんですね。英子でした。ありがとうございます。